タリアのミラノで半年ごとに開催される権威ある衣料品見本市ミラノファッションウィークは9月17日に始まり9月23日に終了します。出席したセレブリティの中には AASPA のカリーナ、 NCT のジェヒョン、 EN ハイプ N のメンバー数名がおり、彼らはこの名誉あるイベントを飾っているところを目撃された。ブランドアンバサダーの EN ハイプ N はプラダの2025年春夏ウィメンズウェアファッションショーに到着すると熱狂的な歓声で迎えられました。ハイプ N のメンバーはそれぞれのスタイルに忠実にブランドの最新コレクションからコーディネートされたが完全に一致しないスタイルを選んだ。 EN ハイプ N はプラダ財団でプラダの屋外撮影をしているところを目撃された。ショーに先立ち EN ハイプ N はコレクションへの期待を高める任務を負った。モデルと全く同じフィット感の服を着て、他の誰にも負けない自信と堂々とした雰囲気を醸し出した。グループは、同ブランドのスタイリッシュなティーザー動画を制作し、再びプラダの衣装を身にまといながら、ミラノでのファッションの好みや経験について語った。ユッチャ、プラダとプラダの仲間 EN ハイプ N の愛らしいやりとりミュッチャ、プラダトラフ、シモンズと一緒に写真を撮る EN ハイプ N。 その後、EN ハイプ N はミラノファッションウィーク中にディナーのアフターパーティーを開催。共有された写真がこちら。彼らは楽しい時間を過ごしました。